どうも、マサです。では今ね、コンビニにいたんで出発したいと思います。てか雪があの箱の上に結構積もってます。さて、動きましょう。大丈夫だと思うんで、こっち側行けば。お、チャンス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 。お、滑っとる。あれだけで滑っとる。でもうこんな溶けた感じですけど、これ朝方結構怖かった感じの道じゃないですかね。なんか染み取ったんじゃないでないかなっていうような感じですよ。アドブルーがね、どこもなんか入りが悪いみたいな、なくなってきたみたいなこと言ってましたけど、あれでしたね、うちの会社には一時ちょっとなくなったんですけど、今また補充されたみたいで、まあ、ちょっと一安心って感じですね。でもあれでどうなんだろうね、どうなんだろうねっていうか、どのぐらい持つんかあまり僕は分かんないですけど、うちの会社でね、どのぐらいあれで持つのかなって分かんないですね。でも多分1ヶ月とかそんなんなのかな。あ、そういえばその前の時で、あのアドブルーって何ですかっていうコメントがいくつかいただいたんですけど、アドブルーってなんか尿素で、何かそれを使ってなんかこの排ガスをなんか綺麗にするらしいです。綺麗にするのか排ガスのすすを燃やすのか何なのかちょっと僕は分かんないですけど、何か混ぜてそれを混ぜて燃やすのか何なのかはよくわかんないですその仕組みがよくわかんないですけど、なんか最近のそのディーゼルにはついてるんですよ。乗用車にもディーゼル車、乗用車のディーゼル車とかにも普通にそのアドブルー入れるやつがついてるんですけど、なんか最近の経緯にはそういうので、なんか多分燃やすのに使う尿素なんじゃないですかね。ちょっとその詳しいことはわかんないです。それどういうシステムで使ってるのかっていうのが、だからなんかそのアドブルーっていう尿素がついてるんで、そいつを入れないと、なんかそいつが切れたら、切れても普通に トラック動くんですけど、なんかセンサーかなんかで、切れたらなんかエンジン切ってまうと、その次がなんかエンジンがかからんっていうような話を、なんか聞いたことありますね。だから、もしアドブルーがなくなったらエンジンは切っちゃダメよみたいなこと聞いたことあるんですけど、なんかアドブルーっていうのがなんかそういうような、尿素でなんか燃やすような多分感じです。なんでここ警察がなんかやってるんだろう。
あ、なんか信号を構えよね。おお、いきなり赤なんてお前やめてくれよ。どういうこと？なんで今赤にしたの？今の完全に罠でしょあれ。今完全に警察の人を僕の前で赤にしたよね今ね。ねえ。トレザーのトラック止めとくかみたいな。そんなことないか。なんか警察がってあのなんか信号のタイミングを変えたのかな。なんかよくわかんないですけど。ボックスのとこでなんかいろいろ信号構えるんですもんね。今まともに本当まともに今僕のとこで止めましたよね。やばいね、今のは警察からの挑戦状でしたね。あいつ止まるかみたいな。いただいたやつにあったんですけど、今週の終わりぐらいかな、ぐらいからちょっと気温は上がるみたいな感じで言ってたんで、その時にこれね、溶けてまうとありがたいですね。道の横にあるやつとかぐらい溶けてくれると。でも結局ね、まあやっぱり冬なんでまだまだこれからだと思うんで、雪をまあいろいろ雪道を経験してちょっとね、自分のレベルアップをしていかないかんですね。本当にトレーラーのその経験を積んでいかんと。どのぐらいで、なんていうんですか、滑るとか、どの雪質だと弱いとか、どのぐらい耐えれるもんかとか、そういうのをね、どんどんやっぱこう吸収していかないかんので、ね、僕はまあ確かにその動かんくなったりするのは迷惑かけちゃうんですけど、まあ、それも経験じゃ経験なんですけどね。このぐらいだともうダメだよみたいな分かるんでね、まあ、やっぱそういう経験して苦労していかないといけないかなって感じですね。経験をする中で事故を起こさないようにですよね、多分ね。その経験積むのに事故を起こしたらダメなんですけど、全然関係ないんですけど、最近靴下のかかとがすげえ穴開くのが早いですね。全く関係ないですけど、なんか最近なんかどの靴下もなんかかかとがすげえ穴開いてくるんですけど、なんですかね。知らんわって話ですよね。
が出てきましたね、太陽が。いいじゃないですか、このまま雪も溶けてくれりゃありがたいですね。さっきあの朝ライブカメラでね、峠の方見たけど、割とあのタイヤのところはだいぶもう天骨のあたりでも見えてきてる感じだったんで、多分昼走ってく分には大丈夫じゃないかなとは思うんですけどね。今日そんな雪降るような予報でもなかったと思うんで、今日は多分走って、まあ、行くくらいにはもう溶けちゃってるかなって勝手に予想してます。多分大丈夫だと思います。ありがとうございました。